TRY 夢への階段は UHF 局発のハイビジョン放送対応ドラマとして京都放送、テレビ神奈川、テレビ埼玉が共同制作を行ったテレビドラマ。放送期間は2005年1月6日から3月24日までの全12話。ジュラシックパークなどの制作に使われたハイビジョンカメラ HDWF900 を使用しての制作ということで 富士山系ビジネス愛にも取り上げられ、経済ニュースにもなった。脚本、監督は、林正明。高校を卒業後、女優になることを夢見て、静岡から上京してきた、少女、誠。頼りは、東京へ、修学旅行に来た時に、スカウトされた、芸能事務所のスカウトマンの名刺1枚。名刺に書いてある住所を探し、意気揚々と事務所に入っていくが、 事務所はすでに倒産していた。途方に暮れる誠に、姉、ゆきは、今できることから始めようと励ます。ゆきが向かった先は、馴染みのダイニングバー。そこでバイトをしている直行に、名門養成所、シオンへ推薦してほしいと頼む。はじめは渋っていた直行だが、ゆきの熱意に負け、中途入学の推薦を約束する。晴れで、シオンへ入学した誠は、 強力なライバル、特待生清か、そして様々な困難を乗り越えながら、次第に才能を開花させてゆく。ほか、ありがとうございます。